二穂朝日は、福岡県行橋市出身のプロ野球選手、宇藤右内、阪神タイガース所属、中津中学校時代は、リトルシニア、行橋シニアに所属し、3年時に、九州大会優勝を果たした。九州国際大付属高校に入学した当初は、最速時速 127km であったが、監督の勧めで股関節を柔らかくする練習に、取り組み、 最速時速 145km を記録するまで成長した。1年秋からエースとなり、2008年3年夏の福岡県予選は5回戦で、福岡工業高校、三島一期と7回まで投手戦を演じ、両者降板後に江本葵のサヨナラ弾で勝ち進んだ。準々決勝では、飯塚高校の唐島渡ると無失点の投げ合いを演じていたが、 突然6回に2支球と崩れ、後続を断ったものの熱中症により降板、変わった投手が打たれ0対1で敗戦し、甲子園への出場は一度もなかった。同年10月30日のプロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスから、育成選手に意志面を受け、入団。12月16日に入団会見を行った。入団時の背番号は123。2009年、 ウエスタンリーグのみに出場、先発3試合で防御率3.00、中継ぎ7試合で防御率1.08だった。2010年、春季キャンプ紅白戦で当番機会を得たが、オープン戦へは出場できなかった。2年目も2軍で過ごし、先発3試合で防御率7.00、中継ぎ9試合でも防御率9.14、さらに冒頭6。 フォーク4と低迷した。2011年、3軍の出場が中心となり8試合に先発した。2軍では3試合に先発して、防御率3.60だった。シーズンオフの11月7日に育成選手制度の規定により自由契約となったが、11月30日に、再びソフトバンクと育成選手契約を結んだ。2012年、体重を増量したことで、 フォームが安定した。ウエスタンリーグで5月度の月間 MVP を獲得し、6月に2軍で初完封するなど高騰を続けたことで7月30日に支配下選手登録され、背番号は13に変更された。9月7日に初の1軍昇格を果たし、9月23日のタイトル北楽天ゴールデンイーグルス戦の9回5点ビハインドの場面でプロ初登板を、 果たして海打線を三者凡退に打ち取った。9月15日の敗戦処理2イニング当番後、9月17日に1 8日の対西部戦で先発予定だった山田大輝が発熱により当番を回避したことで急遽大役に抜擢された。9月18日に中2日でプロ初先発を果たしたが、毎回死球を出し、2点援護をもらった直後に中村豪也に 敵地打を許し、3回1失点63球を投げ1点リードのまま降板となった。なお同試合でチームは3連勝して2位、西部に1ゲーム差と迫った。翌日9月19日に2軍降格となりそのまま、シーズンを終えた。2軍公式戦では12試合に先発して11勝、0敗、3関東に完封で、防御率1.34、中継ぎ5試合では、 防御率2.57の成績を残し、最多勝利投手、勝率第一位投手のタイトルを獲得、優秀選手賞も受賞した。なお、防御率は逆転するための当番機会を得たものの、失点し、同チームの線が広次第には及ばず1.44で、リーグ2位となった。10月6日のファーム、日本選手権で先発したが4回に連続球から、崩れて、先制点を奪われ、 敗戦投手となった。オフには、プエルトリコのウィンターリーグに派遣され、11月9日から11月29日までの3試合に、先発し、防御率9.95、0勝1敗だった。2013年、春は3月1日のキューバ代表との強化試合に、登板と期待されたが、3点リードの6回に、買い打線を三者凡退に打ち取ったものの、7回に4、連続死球から、 逆転負けの原因を作り、開幕は2軍となった。4月4日に一軍昇格したが、登板機会がなく4月11日に、抹消、5月1日に再昇格したものの、5月6日の大千葉ロッテマリーンズ戦の6回3点ビハインドから、登板して2イニング目に、押し出し支給で点差を広げ、一試合のみで五月十三日に二軍へ降格した。九月六日に再昇格して、 無難な投球をし、9月26日の対、オリックスバファローズ戦で7回2点ビハインド 1C1 塁の登番機会を得たが、2イニング目の8回に3失点し、翌日9月27日に2軍降格となりそのまま、シーズンを終えた。2軍では、起用法が安定せず、先発10試合で2勝5敗、防御率4.86、中継ぎ7試合で、防御率1.42だった。 2014年8月20日に一軍へ昇格したが、登板機会がないまま翌日8月21日に抹消され一軍出場がないままシーズンを終えた。2軍では先発3試合で2勝1敗、防御率3.79、中継ぎ30試合では防御率2.45、ホイップ1.34だった。2015年春季キャンプから新監督の工藤君康にアピールを、 続け、オープン戦では7試合10イニングを投げ、2安打1死9無失点の完璧な内容で、初の開幕1軍を勝ち取った。3月29日の対千葉ロッテ戦の5回無視1.3塁、プロ入り後初めて同点の場面で起用されたが、連続的時打で2と共に生還させ救援失敗となった。4月7日の対楽天戦で8回にしま塁、再び場面から登板して、 島本博を、ファーストゴロに抑えて切り抜けたが8回に捕まり1、四万塁としたところで降板、後続を森福雅彦が抑えたことでプロ入り初ホールドを挙げた。5月3日の対オリックス戦の8回2点ビハインドの場面で投板して三者凡退に抑えて、吉村勇気の逆転三塁打を呼び込み、7年目にしてプロ初勝利を挙げた。2016年春季キャンプから、 右肘の張りを感じ、3月12日の練習試合で、右肘の痛みを訴え、離脱。4月に、右肘のトミー・ジョン手術を受けたため、シーズン中の復帰は絶望となった。2017年、蒸気手術からのリハビリからのスタートとなったが、5月14日に行われた香川オリーブガイナーズとの三軍戦において、1年2ヶ月ぶりに実戦復帰した。 6月2日に行われたウエスタンリーグ対阪神タイガース戦において2軍公式戦復帰登板を果たし1軍公式戦の出場機会はなかったが2軍戦において中継ぎ投手として16試合に登板18回を投げ防御率2.00の成績を残す2018年宮崎春季キャンプの時点では実戦への復帰は7、8月をメドにしていたが 岩崎翔とデニス・サファテの離脱というチーム状況から実戦復帰を前倒しし4月10日に福岡や福岡ドームで行われた対北海道日本ハムファイターズ戦において2015年10月1日以来3シーズンぶりの一軍公式戦当番を果たす6月24日の対オリックスバファローズ戦ではプロ10年目にして初セーブを挙げたシーズンを通して ワンポイントリリーフやロングリリーフとして35試合登板し、1勝0、ハイオンホールド1セーブ、防御率5.34の成績を残す。シーズンオフの12月1日に契約交渉に臨み、300万円アップの年俸2000万円でサインした。2019年5月28日の対、オリックス戦で7年ぶりに先発で登板し、 敗戦投手となったものの4回1失点だった。そして7月5日には、対オリックス戦で6回1失点と好投し、先発として初勝利を挙げた。また先発ローテーションの谷間などで、先発当板ながら34回程度を投げて降板する、オープナーのような役割も果たすなど、全部で8試合に当板した。シーズンオフの12月10日に契約交渉に臨み、200万円アップの、 年俸2200万円で契約公開した。2020年開幕を1軍で迎え、6月21日の対、ロッテ戦に先発登板するが、中村翔吾の頭部に支球を投げて、初回で危険級退場を喫する。3度の先発登板で勝ち星のない状況だったが、7月11日の対楽天戦では、自身最長イニングの7回を投げ、シーズン初勝利を挙げる。 シーズン後半には登板機会が得られなかったが、12試合の先発登板で56回に3を投げ、4勝5敗、防御率4.92の成績を残す。シーズンオフの12月9日に契約交渉に臨み、600万円アップの年俸2800万円で契約公開した。2021年、1軍では2試合に登板して0勝1敗。 防御率4.76、ウエスタンリーグでは11試合に登板して4勝1敗、防御率2.57だった。2021年7月2日、中谷正弘とのトレードによる阪神タイガー,アースへの移籍が発表された。7月7日、移籍後初登板、初先発となった、ヤクルト戦では5回4失点で、勝敗はつかなかった。8月14日、 広島東洋カープ戦に先発し、6回途中3、失点で遺跡後初勝利を挙げた。本人曰く2013年は、常時時速1 4 2トルだったが、2014年秋には、常時時速1 4 5トル出ていた。最速時速1 4 8トルのストレートを持ち、変化球は得意の縦のスライダーをはじめカーブ、カットボール、チェンジアップ、 フォークボールと多彩である。セットポジション時、投球動作に入ってから捕手が補給するまでの時間が1.1秒を切り、筑波大大学院に通う投手コーチの吉井正人の終始論文で、いがらしりと共に取り上げられた。また、マウンド度胸も評価されている。ドラフト指名後に挙げた目標とする選手は、ダルビッシュ有。ありがとうございます。